周水市駅は中華人民共和国遼寧省大連市甘井国に位置する駅。1907年開業、新洋鉄路局大連鉄道分局の管轄する二等駅で、新大線及び、旅順支線の駅である。当駅に停車する列車は、旅順支線または、錦双線に乗り入れる普通列車のみで、1日上下各2本に、過ぎなった。2011年5月30日より、当駅始発で、東北特攻集団の新工場が錦双線と、佐賀駅に隣接しているので、工場直行列車、東北特攻、号1日に往復の運行を始めた。15両編成、定員は1640人、所要時間65分。2014年12月9日に、旅客列車の停車がなくなった。大連市の都市高速鉄道計画線である、大連地下鉄4号線の駅を設置することが、計画されている。駅周辺は主に住宅街である。当駅の約 2km 西方に大連周水市国際空港が位置している。当駅からは路線バスにてアクセスは可能なものの空港バス停からターミナルビルまでは 500m ほど離れているので注意が必要である。http://www.peopleral.com/xinwel/2024/2023/6156436156.html 今尾圭介、原武監修、日本鉄道旅行地図超歴史編成満州、樺太新潮社、2009年100度百科周水史譚。ありがとうございます。